その時は突然やってくるんですよ。そうですよ。そうですよ。ノリノリじゃん。はい、火曜日6時半はデブのきチャンプルーです。よろしくお願いします。おいえー、おいえー、おいえー、チャンポー、チャンポー。始まりました。始まってしまいましたけど、はい、さあどうしよう、はい。というわけでとりあえず今日のゲストさんです。今日は浜松から、はい、ありがとうございます。通りすがりの。はい、達夫さん、達夫さんです。達夫さんです。なんだそれ、よろしくお願いします。いいんです、達夫。ね、いやもう突然なんかね道端歩いてたさ、うんうん、逆なされましたね。ああね、うん、ようこそおいでくださいました。はい、僕初めての焼津。あ、いや初焼津？初焼津港ですよ。焼津港、ああ知ってますか？見てくれましたあれ、うん。ありがとうございます。あれもね、あれもそうだよね。火曜日のこの時間だったんだよね。突然ね、パパユージが来て、突然ですよ。他のね、告知のゲストさんが来る予定で、うんはいはい、まあその人を待ってたら、はい、その人よりも先にパパユージがなんと来て、すごい。今日告知番組あるって聞いて来たんですけどみたいな感じで、歌ったんですか？歌いましたよ。その焼津港を、はい、あの羽衣音楽祭の、あのバージョンでちょっと替え歌チックに、すごい。めちゃめちゃ、またちょっと焼津 TV の、あの、はい、ページから探してみてくださいよ。出てきますから。見てます、ね。そう、私はその番組ね見切れて出てるので、はい、声しか出てないんですよ。だからなかなか見やすいと思いますよ。なるほど。なるほどじゃない。そうじゃないよとかそういうツッコミをね欲しかった。あ、すいません。いい、大丈夫、全然大丈夫です。というわけでよろしくお願いします。というわけで、はい、今なんかちょっとあの、うん、タイトルコールちょっとかっこいい感じでしたけど、あれは何すか？あれね、あの僕ちょっと、まあ、副業で、うん、まあ、MC だったりとか、ちょっとラジオの仕事もやってたことあるんで、お、まあ、そんななんかかっこよく言えるみたいなね。あ、うん、ちょっと自慢？そう、自慢。いやー、やらしいやつ。ああ、いいですよ、わかってるから。うん、そう、はい、私ね、うん、ほら、と言ってもこうど素人じゃないですか。何言ってんすか MC。 全然ど素人じゃないですか。だからちょっと教えて、そういうかっこいい言い回しとか、はいはいはい、その全然わかんないから、うん、ちょっとなんかこう教えてください。あ、こう、じゃあ、ね、なんかね決まり文句じゃないけどね、うん、決まり文句。 Ladies and gentlemen, welcome to the YAIS。 かっこいい。はあ、それ私言えと。そうそうそう、ウェルカムトゥーザーヤイズヤイズ TV ヤイズ TV イエーイ。デンマキチャンポーチャンポー、 Here we go。 Here we go。 Here we go。 そう、これをね言える、言って。すっごい恥ずかしい。恥ずかしい言ったらこっちも恥ずかしくなりません、ね、じゃあなんか男の人が言うと、うん、ほらね、うん、あの小林克也ばりにこうかっこいいじゃん今のも。なんか、はい、私女の人ってそういうこと言う、そもそも分かんない。あー、久保ちゃんね。確かに確かに、うん、あー、そっかそっかそっか。そうだね。あと、うん、ね、この辺の K ミックスで言ったらさ、はいはい、チャピーの、あの、ロビさんとかね。はい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 、はい、ね、かっこいいね。かっこいいキャラじゃないからどうなんだろうと思うんだけど、やっぱやりきった方がいい。そう、やりきった方がいいですよ。やりきった方がいい。もう声はね、なんでも、うん、マッチ。あー、そうそうそう。でもね、私この声すごい嫌いなの。なんで？あのね、思い出せないんだけど、女優さんがいて、うん、その人の声にそっくりなんだよ。嘘、うん、その人の名前が思い出せない。老化現象。それ、え、キョウちゃん、それぜひ思い出してよ。私を勇気づけ。タクシードライバーのあれに出てた。タクシードライバーの、タクシードライバー、あの、なんだっけ、マタリー、あー、ね、の常彦さんの娘さん役で出てた人がいて、全然わかんないよ。わかんない。その人の声とそっくりなんだよ。本当に？おー、やったー。まあ、昨日はね、昨日ね、はい、いや、あったじゃない、ヤイズテレビ、ヤイズ TV、そう、あって、その時のとあるゲストさんに、はい、ジュリマリのね、ゆきちゃんに似てるって言われたんですよ、昨日。へぇー。あれ？反応薄い。ちょっとわかんない、検索。あ、本当？私はすごい嬉しかったんだけど、ああ、なんか反応薄い。いやいやいや、どのあたりに似てるの？わかんないです。この髪の毛の一本とか。言うね。言うね。言うね。達夫さん言いますね。そうそう。いいですけど。だから、ね、みんなね、そういう態度を取るから、なんか私がすごいなんかこうね、こう下でこう蹴ってるんじゃないかとかね、こうなんか裏呼び出して殴ってんじゃないかとかね。蹴ってないです。痛い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 。本当にやるよ、そんなこと言ったら。
ねえ、言われ損じゃね、あれだから、とりあえずね、事実をね、とりあえずやっといた方がいいんですよ、そんな話は。そんな私が怖いのは分かってるからいいんですよね、うん、この人ですよ私一応ゲストさんだからさ、はい、そのゲストさんの話をこう中心にね、はい、持ってきたいなと思ってるんですけど、さあ何を話そうってとこですよ。あ、そうですね、そう、まあ、あのね、最近ちょっと、はい、あの僕実は、はい、実は某浜松 TV さんのね、某浜松 TV さんのね、はいはい、ちょっと裏方のお手伝いすることに、そうですね、2代目、うん、2代目って言っていいのかな、2代目 JSOUL ブラザーズ的なそうですね、頑張って、ね、自分をこう盛り上げるタイプなんでしょうねきっとね、そうそうそう、なんかここで座ってこうやってがっつり話するとなんとなく分かってきた、うん、だんだん分かってきた、だから言うてもだって全然喋ってないですもんね、うん、この前ね、あの浜松 TV の飲み会でちょっと話したぐらいで、うん、まともに喋ってないですよね、うんうんうん、言うても僕あんま表でも出てないですからね、確かに、うん、確かにそうだね、私もそんな言うほど浜松行ってないし、あのキウイのあれ行った時に、はい、あの時が多分始めましたあ、そうかなってじゃないかな、なんかもうそれぐらい薄い認識ごめんなさい、薄い存在感そう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 、まあ、これを機にねちょっとね交流をね、うん、そう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 と思ったんですけどね、うん、まあまあいいですよ、うん、あのもうあれですか、うん、浜松テレビのお仕事はもうされてる感じ、はい、そうですね、どうですか、うん、やってみて、そうですね、うん、まあ、まあ、慣れですかね、あ、もともとそういうことはやってまあまあ、いろいろあの放送系の仕事はいろいろやってるんで、じゃあもうお手のもんでしょう、うん、ただね、あのただ音声ばっかりなんでね、映像がね、あ、そっか、そ DJ だから、ちょっとモザイクかけてもらっていいですかね、なんで、え、ちょっとね、あ、ま、あ、なんかね、あれもあるんだよ、こういうのも、こういうね、アイテムが、あ、こう、これ眉毛の上からでも大丈夫、あ、本当っすか、あ、そうそうそう、こんな誰だかわかんない、下手すぎゃ昨日のスバルっぽいね、スバルって誰ですか、あ、うちの息子ですあ、そうなんですね、嘘です、嘘かい、まあいいんですよ、それはちょっと後で説明しますから、そう、これね、100均で100均、うん、買ったのね、青木さんのね、目隠し用にね、目隠し、あ、そうなんだ、よくね、写真は見ますよ、このそう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 、うん、だけどね、うん、青木さんかけてもあれよね、誰だかわかっちゃうもんね、すぐ私かけても分かった、あ、すげえ、あ、いいよ、似合ってる、ゆきちゃんでしょ、ジュリマリ、そう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 、分かった、ジュリマリのゆきちゃん、こんな感じ、いいんですよ、分かっちゃう、分かっちゃう、でもこれこれかけてもこう見えるのね、向こう側がちゃんと、うん、これあれですか、太陽を覗いてあの密色見える、ああ、うん、それはちょっと違うかな、うん、うん、まあいいや、そんなね、はい、そんな話はいいですよ。そう、浜松テレビですよ、そうね、うん、どんな感じなんですか、浜松テレビって、浜松、あの皆さん、ね、うん、あのパーソナリティの方が、うん、わきあいあいと楽しそうに、ね、楽しそうに、そう、まあ、そのお手伝いするってことなんでね、あ、毎日緊張しますよ、お姉様方ね、そうそう、大丈夫かなみたいな、だからちょっとね、ひっそりと、うん、あのお姉様方を怒らすと怖いですから ね、気をつけてくださいよ、はい、本当に、私もビビってますからね、なんでビビってね、そんなこと、そんなこと言うと、あ、大丈夫、コメント入ってないから大丈夫、見てないみたいな、よかったよかった、でも録画として残った時ちょっと怖いね、そうですね、締められる ね、うん、まあ大丈夫ですよ、え、台本通り、台本通り、そうそうそう、全部ね、一期一会の今までも間違いなくやってますから、そうですね、うん、はい、そうかそうか、浜松テレビっていうのは、うんと、うん、隔週になる、じゃあ隔週ですね、隔週木曜日、あ、何時くらいからやる、だいたい18時スタート、うん、で、うん、一番終わりも20時半かな、うん、ああ。うん、だいたい 3,4 番組ぐらい、そうですね、あ、はい、ただね、あのちょっとパーソナリティさんが少ないんで、え、そう、今何人ぐらい、今 4人かな、え、そんなもんかなですね、うん、そうそう、4人、あ、そうなの、うん、あのおじさんはあのおじさんあのおじさん違う、パーソナリティじゃないの、石田さんおじさんって言っちゃった、一応ね、パーソナリティ、え、あ、そうなんすか嘘、うわ、薄い認識、あ、じゃあ石田さん喋ってくんないと、
そう、いつも来るけど何してるのかな。そう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 。うん。うん、あ、そう。あんまりなんかボッコでバンバン言うと、うん、木曜行きづらくなるんで。あ、そうかそうかそうか。ほどほどにね。ほどほどにね。ほどほどに。ほどほどに。一応こう、青木さんはね、この間ちょっと、うん、もう一応行くっていう契約を終えられて、はい、まあ、そこで引き継いでもらったってわけなんで、なかなかちょっと行く機会が減っちゃうのかなと思うんですけど、私もちょっと、うん、あの頃合いを見て時間があるときはお邪魔しようと思いますので、その時はお前誰だと言わずに受け入れていただける、あたた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 たお願いします、はい、そういうわけでね、あのヤズテレビ一応今日初めて来てもらったと思うんですけど、どうです、雰囲気的には。すごくあのなんか雰囲気がいいですね、うん、広い広々として。そう、だいぶ違うもんね。機材がすごい、うん、だってモニターもね。あ、そう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 、カメラもポンポンってあって、この辺も音響も、いろんなもの持ち帰るっていうかさ、いろんな情報じゃないけど、あ、こんなことした方がいいのかなとかね。そうですね、そういう勉強のためと思って今日来てますけど。あ、うん、参考になってます。なってます、なってます。うん、だって良かったです ね、うん、ね。でも青木さんはあんな感じでこう何やって、私はね全然そういうのを知らないっていうか、はい、こう知識がないので、全然こうビデオカメラのこうスタートボタンとストップボタンぐらいしか分かんない人間なので、はい、うん、何やってんだか全然分かんないんですよ、私普段青木さんが。だからたまにすごい忙しそうにしてるし、まあ、今みたくぼーっとしてる時もあるし。今お湯なの。いや、お湯そうなんですよ。だからね、なんかよく分からなくて。あ、そうなんですね。やっぱ大変なんですか、切り替えの時にね。ああ、入れ替えの時間がね。そうですよね。 YouTube と Facebook に同時にね、アップしたりする。そうですよね。なのでね、私もちょっとあの一部の人には伝えたんですけど、25分で番組を終わって、うん、次の番組が始まる5分間の間に、うん、その青木さんがその編集作業をしたり次の準備をしたりするからっていうことを書いたのはいいんですけど、うん、あ、そうなんだって思いながら私はあの文章を書いたので、うん、すいません、うん、そんな感じで。でも浜松の人たちはそういうのは割とみんなこう協力的にやってくれる、うん、印象があるんですけど、ね、うん、やっぱり焼津は番組数も多いし、パーソナリティ集も多いもんで、はいはい、なかなかそういうところが行き届かないという、ちょっとそこがね、あれですけど ね、うんうん、ね、今日ね、もう初めてね、うん、入ってね、はいはい、あの焼津 TV くじってのがですね。そうなんですよ。ああ、の作っ一等当たるからね。作った人がめっちゃ当たりますよ。あ、いつの間にいたんすかあれ今日飲み会って私が呼んじゃった。じゃ飲んでた、飲んでた。飲んでた。すでに。ベロベロ。え、来れるんだったら来てよ、もっと早く。今これギリギリ。中村さんが大変だったんだよ。中村さん。そう、面白かったわ。なんかね、ナサオがいましたけどね。なんかちらっ。私もおでん行きたかったです。おでん大将によろしく。美味しそうですね、この時期のおでんってね。そうですよ。あ、静岡おでんはもうあれですか、浜松にもあるもんね。ありますね、あります、うんうん、ただでもそんな食べてないですね。あ、はんぺんとか食べてね。はんぺんって黒いんでしょ。はんぺん、黒はんぺん、イワシのすり身の、あ、美味しそうですね。あ、食べ行きますか、じゃあ。あ、行く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 って、今日じゃあやりはい、今日ちょっとね、あの次の番組言っちゃっても大丈夫？次の番組はね、はい、あの今日の目玉ですよ。あ、そうなんですね。岩手からすごい、わざわざ岩田から、岩田じゃない、岩田じゃない、岩手、あ、岩手県岩田っつったら自分の方が遠いじゃん確かにおかしいでしょうね、うん、ちょいちょいおかしなこと言うよね。岩手県からわざわざ、あ、そうなんですね、おいでくださった。あ、じゃあ僕なんか浜松から来てなんてね、うん、もう言ってる場合じゃないですね。ちょろいちょろいちょろい、もう謝りますよ、あの、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、すいません。上には上がいるからね、こうやって間違えば、あ、どうぞ、すいません、すいません、あ、どうぞ、すいません、はい、面白いな、うん、そうなんですよ。で、ちょっと持ち味を、だからあれですよ、はい、ね、その、ね、うん、うん、まあ、いいよ、はい、せっかくあの来てるんでね、はい、あの浜松 TV で、はい、パーソナリティさんを募集してます、はい、お、うん、告示しちゃいますか、はい、喋りたい方、喋りたい方、喋ってみたいもの、特典ですか、僕と握手、あ、握手しますか、後楽園ユースで僕と握手、あ、こっちあんま流れてないですか、それ、あ、僕は千葉県出身なんですよ。
なんかそのフレーズ嘘どう何市ですか。君津。君津、木更津です。お、マジですか。隣やん。こんなとこで仕事つながると思わなかった。それが今岩手。岩手です。あ、そうなんですね。あ、すげえびっくり。出身はこっちなんだ。あ、千葉なんだ。あ、しかも隣の市ですよ。あの、木更津から君津10キロくらいですかね。そうですか。違う。あ、私のね、全然千葉つながりだと、私のいとこの娘が千葉県庁にいます。あ、そうなんですね。はい、全然関係ない。あ、そうだよ。奥さん千葉印西。へえ、あ、そうなんですね。うちの長男も今松戸にいるんです。あ、松戸。みんななんか千葉噛んでますね。私ね、私ね、年に2回必ず船橋に行きます。あ、船橋行くんですか。大人ですよね。大人じゃない。馬。あ、馬か。馬行くんだ。へえ。あ、ララポートのところ。え、ララポートのところですね。南船橋。あーとね、うん、あ、そうなの。あの、なんだっけ、馬でしょ。あの、競馬、うん、中山競馬場。はい、あ、中山ね。そう、あ、じゃ、中長篠の方だ。あ、そう、あっちじゃない。あの、渋滞ある方ね。そう、はいはい、あの、なんだっけ、なんとか船橋法典。はい。の駅降りて歩いていきますよ。あ、そうなんですね。競馬の趣味なんですね。競馬大好きですよ。なんか文句ありますか。怖い。だって競馬場あったって有名なんです。なんかね、全然知らなかった。あ、そうなんですね。らしいですけどね。天皇賞ボロクソでしたけど。まあいいです。そこ潰してここができたんですね。そんなこともないみたいな。じゃ、戦争で教室で、ね、馬持ってかれたって、じいさん怒ってたんだよ。俺、みんな、ね、戦争に持ってかれちまったっつってさ。やっぱ酔っ払ってるもんで、ね、なんかすごいね、ペースがね。あの人ね、浜松にね、あの、ちょくちょく来ると思うんで、あの、3回に1回は追い返した方がいいですよ。なんかさっきあの青木さんが聞いたら、えらい儲かってるそうですね。めっちゃ儲かってきた。急にね、あっち方面でなんかね、人気も出ちゃってね。相当人気出てきてるね。その浜松のあのお嬢様方に超人気ですよ。あ、そうなんですね。MC 集に。はい。引き取ってください。そう。ぜひぜひ持って、あ、今日そのまま持って帰ってもらっていいんで。うん。そう。え、大丈夫ですか？あの、バックでないですか？もう知らない。早いからね、逃げるのね。やばい。もうね、もう全然いいんですよ、もう、はい、いらず。あの人がでも、ヤズテレビくじを一応。そうなんですね。何にもしてくんないけどね。一等賞がエアコンクリーニング。5000円相当。一等しか入ってないから。一等しかない。一等ばっかり入ってるの。ほぼ一等だからね。え、違う、やんなくてよかった。そう、やんなくて。そう、そこから営業かけられるから、営業かけられて、あれやこれやって、水あのなんだのね、そう、買えって言われる。ほんとうっせえな、おい。ちょっと静かにして、こそマイル。そう、こっちやってんだから、ちょっと。今、エアコンの話でもね。エアコン。もういいんです。そう、もうエアコンの時期はね、もう涼しい時期は終わったんでいいんです、もう。さようなら。また来年頑張ってくださいね、エコさんね。はい。そうですよね。だって、持ち上げたらずっと喋るじゃん、この人。今さ、うん、だいぶ分かっても、持ち上げなくたって喋るんだから、ちょっと、ほんと黙ってて。ほんとに。怖いよ。ね、今日来ること想定外だったんだからさ、ね。俺は想定外だから、ね。は？そうでしょ。なん素直に来るのよ。あの、ごめんね、本当になんかね、もう言いたいことが山ほどあってね、もう、ね、顔見ると。相当恨んでる。ちょっとあのなんか背景が流してしばらくお待ちくださいね。こういうペコリみたいな。作っといたらいい。何があるか分かんないから。しばらく。潰し上げコーナー。いいね、それちょっと企画としてじゃあやりますか。まあそんなね、ちょっとそういう賑やかいところもちょっと違うでしょ、向こうとは。だいぶね、まあそれが面白いと取るかうるさいと取るかはまあ人それぞれなんですけどね。はい。まあでも楽しいのが一番ですかね。そうですね、うん、みんな楽しんではやってますね。とにかく楽しもうっていう、はい、うん、それをモットーにやらせてもらってますんでね、はい、うん、浜松もそんな感じで盛り上がってもらったら嬉しいなと思いますけど、はい、ちなみに、はい、牧先輩、なんで先輩なんですか。あの、牧先輩はあのどうしてこう、はい、しゃべり MC やろうと思ったんですか。いや、成り行きです。成り行き。私全然そんなのやるつもりなくて。ちなみにきっかけはここに来るきっかけ、来て喋り始めたきっかけ。喋り始めたきっかけは、うん、空き枠ができたので、はい、やれと青木さんから、はい、本番の2日ぐらい前に言われて、はい、はぁみたいな。はぁ、そう、
で、あ、分かりましたって言ってやった、はい、何にもあの知識も何もなくここに座って。それいつ頃？それはね、去年の6月ぐらいです、うん、あ、じゃあまあそんなに経ってないですか？全然経ってませんよ。私ね、態度がね偉そうなんでものすごいやってるようにあの見えるんですけど、まだ1年ちょっとです、あ、そうなんですね、うん、ここに来るようになって2年も経ってないですね。だから、あ、全然、はい、やって何か得たものとか。得たもの、はい、得たものなんだろう。失ったものが多い。失ったものが多いすごい、マジで。いや、そんなことないですよ。いろんなものを得ましたよ。あ、そのうちあの人間やめちゃうみたいな、そんな。そんなことない、そんなことない。大げさに言うとね、人生観がだいぶ変わりましたね。もうここにね来る人たちが強烈すぎて。あ、どういうふうに変わりました？いい意味で。いい方に変わりましたね。もうね、はい、ここに来る、うん、あの前まで違う仕事を20年してて、はい、まあお堅い仕事をしてたわけですよ。私はお堅い仕事をしてたんですよ。なんでそれがずっと、その習慣がずっと抜けなくて、はい、まあでも性格がこんな性格だから、うん、まあちょっとギャップがありのみたいなところでこう生きてきたわけですが、はい、そのお堅い仕事のしがらみがなくなったら一気にこうブワーッと弾けてしまいまして、はい、それが今に至るわけですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからね、毎日楽しいですよ、 おかげさまで。うん、はい、ありがとうございます。そんな私の話なんかいいんですけどね、はい、いや、私はほらだってだから普通の、今も普通の会社員だし、何もこう肩書きっていうものもないし、うん、私こういうのやってますって宣伝することもないし、うん、まあ強いて宣伝するならここのことぐらいだから、はい、そう、何もないんですよ私、うん、掘り下げてっても、うんうん、さっきね、はい、掘り下げるものはないとおっしゃいましたけど、はい、あ、すいません、申し訳ありません。怒られちゃいました。素人なもんですから。みんなマイク壊されちゃうんですよ。そうなんですよ。みんなマイク壊す。破壊しちゃうんだよ。私なんかこう手持ち無沙汰でこういろいろこうね触っちゃうんですよね。髪触ったりこう顔触ったりね。なんかこうそわそわしてるっていうか。あ、ありがとうございます。これで。たまたまもいいです。たまたま、ね、たまたま大好き。たまたま戻すんですけど。せんだよ。あー、ペースが崩れるな私。だから今日はね、いろいろね、その DJ とは何ぞやとかね、そういうのをちょっと教えてもらって、はいはいはい、私のこう技術向上にこう活かせればなと思ったんですけど、あと3分しかないんですけど、何かありますか？そうですね、向上、あの、まあ、言うても本当僕音声ばっかりで、あ、うん、電波に乗せて喋る仕事しかしてなかったんでね、うんうんうん、こう顔が映るってことがないですよ、うん、なんでモザイクかけるんですけど、あ、はい、いっすいっすいっす、うん、この登りを使って。そうですね、なんかこう発声練習とかってしてました？あ、してますしてます。え、どういうの？まず、うん、まあ、でも3分でできるかな、まあ、肩、まあ、座りながらいいんですけど、まあ、浅く椅子腰掛けて背筋を伸ばす、はい、で足は肩幅、足は肩幅、ね、で胸を張って、はい、胸張って顎引いて、で遠くを見る。例えばここからだったらどうしようかな、あの上の缶があるんですか？はいはいはい、缶ある、缶5つ並んでる、うん、あそこの缶に向かって鼻から息を吸って口で息吐くんですけど、その吐く息に合わせてあと言いましょう。はい、せーの、あー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 はい、はい、でその息を、はい、抜いて、これでこれが基本になるんですよ、はい、発声方法が、はい、うん、そうすると遠くまで声が届きます。どんだけあの声が、はい、あの小さい人でもこれを鍛えると声が届くようになります。じゃあみんな最初にここでそれをやってみれば、あ、そういいと思います、うん、あですね、まずそこから、はい、あのちゃんとしたあの息に乗せて、うん、息に声を乗せるっていうところから始めると、うん、はい、あの声の出し方が変わってくるんで、はい、まずは腹式呼吸で、腹式呼吸で吐く息に合わせて声を乗せる。あじゃあ顎引く。全然なんか今成り行きでやっちゃった。こうして、はい、顎引いて、うん、で遠く見て、あ、鼻から息吸って、あー。あー。オッケーオッケー。
そう大丈夫大丈夫です。それをちょっと練習してみてください。わかりました、うん、はい、というわけで、はい、あ、いいですよ、はい、何ですか、うん、大丈夫です、はい変なもん吸ってんじゃないですか、いつも今ちょっと鼻から息吸ったらなんか変なものが入っちゃった鼻毛ですね鼻毛があいつ絶対後で締める、うん、もうあの覚えてろよ。エアコンクリーニングで鼻の中掃除してもらいましょう。そうですねじゃそれはそれでお願いするけど、とりあえずその前に締めさせて虫の居所が、はい、というわけでね、こちらも落ち所がよく25分経ってしまいましたけど、今日わざわざありがとうございます、はい、じゃあ後で打ち上げ参加してください。美味しいはんぺんくらい食べましょう。じゃあ、はい、食べましょう、ね、というわけで今日は浜松から達夫さんでした。ありがとうございました。はい、お待ちかね19時からお今日はつらいよ綾子嬢の登場です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。